糸崎君雄です。アルベルティの絵画論から見る現代アートの本質という話をしようと思いますけども、ルネサンス期に活躍した人ですね、レオン・バッティスタ・アルベルティというイタリア人がおりまして、レオナルド・ダ・ヴィンチよりね50年早く生まれた人なんですね。ちょっと何年かっていうのはあれですけども、それでこのアルベルティが絵画論を記したのが1436年なんですね。そういう昔の時代なんですけども、この本がそのヨーロッパルネッサンス以降の西洋絵画の、基礎を作ったと、言われてるんですね。で、実際に読んでみると、その前に私はレオナルド・ダ・ヴィンチの、絵画論ですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの手記という形でまとめられていて、これも非常にいい本でしたけども、やっぱりさらにね、基礎的な、ことが体系的に書かれていて、なるほど、ダ・ヴィンチっていうのはアルベルティを下敷きにしているんだなと、いうふうに思ったんですね。で、もう一つ言うと、ウィキペディアによると、そのアルベルティという人はレオナルド・ダ・ヴィンチに先駆けて万能の人であったと。レオナルド・ダ・ヴィンチは万能人と言われていますけども、その50年前にもうアルベルティは、万能人として、ルネサンス期に活躍した人で、近代を切り開いた一人なわけですね。で、建築やったり、とにかくさまざまな学問に精通して、それこそダ・ヴィンチと同じですね。でそれで、絵画も描いて絵画も描いていたと。ただそのダ・ヴィンチが絵画中心だったのに対して、アルベルティは画家というわけではなかったらしいんですけども、でもこれだけかなりすごい絵画論でね、さぞかし立派な作品を描いていたんだろうと思う一方で、作品は全て失われているんですね、残念ながらね。でそのアルベルティの言葉だけが残っていると。でもその言葉っていうのは後世に多大な影響を与えてるんですね。でそこで語られている芸術とは何かということを、改めて認識すると、その反対なんですね、現代アートというのはね。まさしくこのアルベルティの絵画論を、アルベルティ由来の絵画論、芸術論を、逆立ちする形で現代アートというものが作られてきたんだなというね、現代アートっていうのはだから、写真発明以降の、印象派から現代に至るまでなんですね。写真発明っていうのが一つ節目になっているわけですよ。で、だからその、アルベルティの絵画論っていうのはとにかくその絵画っていうのは描くのが大変なんだと、これはレオナルド・ダ・ヴィンチの意見と一致しているんですけども、彫刻っていうのは立体物をそのまま立体に置き換えるんだけども、絵画っていうのは立体物を平面に置き換えなきゃいけないので、しかも何でも描かなきゃいけないですね、人も描かなきゃいけないし、人が着ている服も描かなきゃいけないし、地面の質感とかね、生えている植物とかね、建物とか遠くの山並みとか、あと空ですね、天候ですね、そういったものも、全て描き分けなければならないと。だからこれは並大抵の努力では描くことができないし、まず自然をよく観察すること、そして遠近法の原理をよく理解して、っていう、だからその勉強すること山ほどあるわけですね。でそしてその絵画で何を描くかというテーマも、その、歴史画が最高だと していますけども、だから、ヨーロッパは伝統的にその画題のヒエラルキーが決まっていたんですね。でアルベルティが言うところの歴史画というのは、僕が見たところ、その今の映画のような位置を占めていたんじゃないのかなと。つまり物語ですね。物語ってのはヒストリーっていうのはヒズストーリーですから、ストーリーなわけですよ。で絵画でストーリーを語ると、壮大なストーリーを語ると。でそれが絵画の究極であるところの歴史画なんだけども、それは映画に移り変わった
というふうに思えるんですね、アルベルティの絵画論を読むとね。だからこのアルベルティの絵画論は一方ではあの映画論でもあるわけですよ。つまりそのまず歴史画において人物描写が大事なんだと、人物それぞれのキャラクターをきちっと描き分けると、人々の精神の内面まで、理解して、画家が理解して表面なぞるだけじゃなくてちゃんと理解して、キャラクターを描き分けましょうと。そしてその物語の設定ですよね、どういう場面を描くのかと、そういうアイデアが大事だと、そういうふうに読んでいくと、これはまるで映画論だなっていうふうにして思えてしまうわけですね。でそれだから、つまりそのそこで思うのは、だからやはりアルベルティとレオナルド・ダ・ヴィンチで共通した見解というのは、絵画というのは芸術の中でも究極の形態なんだと。で人類がその自らの手によって作りうる最高のものが、絵画という芸術なんだと。だから絵画というのは並大抵の努力ではできないので、とにかく勉強して努力しろっていうことはもう繰り返し述べられているわけですよね。でそれを忠実に守ったのがレオナルド・ダ・ヴィンチだと、言えるんですけども、逆に言うと今の時代っていうのはその、究極の芸術として絵画として一体になったものがバラバラになったんじゃないのかなと思うんですね。だから今言った映画っていうのも、ルネサンスの時代は映画ないですからね。でも近代になって映画というものが出来上がると、その絵画が担っていた、かつての絵画が担っていたある部分を映画が引き受けるわけですね。で、あとその写真ですよね。写真の登場というのは全く大きいわけですよ。つまりその、アルベルティなりレオナルドなり、その後の時代の人たちが、努力して、つまりその、ただ訓練するだけではなくて、遠近法をきちっと理解しなきゃいけないですからね、人体の構造もきちっと理解しなきゃいけないし、遠近法だっていろんな種類ありますからね、明暗法とか空気遠近法とか、線遠近法もそうですけども、そういうその様々なその複合的な要素も全部理解しなきゃいけないと、森羅万象に通じていないといけないわけですね、植物を描くんだったら植物の知識も必要、動物を描くんだったら動物、この動物は何なのか、どういう習性があるのかっていうね、もちろん人物についてもそうで、この人はどういう性格の人なのかっていうね、だから、その意味では心理学にも通じていないといけないと、そうじゃないと、本当の意味での絵画は描けないわけですね。でところがその写真術が登場すると、それがその機械でできちゃうわけですね、カメラブスキラカメラの、だからたびたび私も申しておりますけども、西洋の写実絵画というのは手書き写真だったわけですね。レオナルド・ダ・ヴィンチの、リアルな絵っていうのは、リアルな絵っていうのはつまりは手書き写真なんですよ。でアルベルティの絵画論も手書き写真の描き方と、そういう側面があるわけですね。それが全てではないですけどね。だからヨーロッパの写実絵画のヨーロッパの写実絵画のある要素は映画化になって、ある要素は写真が担っていると、いうこと で画家はだからそのかつてのアルベルティの時代、そしてレオナルド・ダ・ヴィンチの時代のようなその能力を発揮することができなくなったというかね、結局絵画というものが相対化された、でもっと言うと写実絵画というものが相対化されたんですね。だからそのでそういう形でその印象派に始まる現代アートというものが現れたわけですよ。で現代アートの最初っていうのは、その意味での現代アートの最初っていうのは、一人は、マネですね、エドヴァール・マネなんですけども、彼はだからそのかなりねいい加減な絵を描いたんですね。つまりその当時のフランスの、サロンにおいて、まずその
下書きみたいな絵とか未完成な絵とっていう評価を受けたんですね、マネの絵はね。それとその描いている画題がハレンチだと、酒を飲んだくれている男の絵とかね、片割りに瓶がポーンと投げ出してあるとか、あとその、まあ、裸の女性っていうのはその女神像としてキューピッドとしてサロン絵画でも描かれていましたけども、それをその、現実のむき出しの娼婦っていうね、それはまあハレンチだっていう話になるわけなんですよね。でそれっていうのはだから一方ではことごとくアルベルティに反しているわけですよね。絵画っていうのはちゃんと描かなきゃいけないんだっていうところをいい加減に描き、そして、崇高なものを目指さなければならないと、歴史画を頂点とする崇高な世界を描くんだと、それが絵画の目的なんだとアルベルティ先生は断言してらっしゃるんだけども、それと真反対の、娼婦を描くとね、だから現代アートっていうのはつまりそのアルベルティ的なものへの反発なんですね。でそれっていうのはそのとにかく きちっとしていることっていうね、逆に言うとその近代以前の画家っていうのは画家もそうですし、その人々はさまざまなその規範にこう縛られていたわけですよね。だからいかにそのアルベルティの絵画論というのはつまりこれは規範なわけですね。いかにがんじがらめに厳しい規範を、見出すかっていうね、人間にはそのどういう規範が課せられているのかっていうね、そういうその厳しさを求める態度っていうのが、アルベルティの絵画論にはあって、でその厳しさに耐えると確かに、レオナルド・ダ・ヴィンチ以下大画家が誕生するんですけども、そういう画家の努力っていうのは写真の登場によって決定的に相対化されるわけですね。でそうするともうこのアルベルティのアルベルティ先生の方向で、なんか頑張ったってしょうがないじゃないかっていうね、真逆をするんだと、人間は自由になったんだと、だからその写真の発明だけではなくて近代という時代は、さまざまな機械が発明されることによって人間に自由がもたらされたわけですよね。機械の発明とともに社会の構造も変わって、封建主義から近代的民主主義の時代になって、でつまり封建時代というのはヨーロッパでいうと大半が農奴なんですね、農業奴隷なんですね。で農奴で生まれたからには、一生農奴だし、農奴に生まれた子供も農奴なんですね。そうやって身分が固定されていた、時代ですね。でそれがその才能があったら画家になれるっていうね、才能があったらお金持ちになれる、商売してお金持ちになれるっていう、そういうその流動的な時代になってきたと、政治家も選挙で選ばれると、みんなが選べば誰だって政治家になれるんだっていう、そういう社会の流動性が、生まれたと、社会が流動的になってきたと、だから今は流動的な世界なんでそれが当たり前だと、皆さん思ってらっしゃいますけども、つまり技術がどんどん進歩して、スマホも新型がどんどん出て、デジカメもどんどん新型が出て、そして AI 技術もどんどん進化するわけですね。だから今回は、私はピンホールで撮影していますけども、このピンホールで動画を撮るなんてことは昔はできないんですね。あのピンホールっていう技術自体は、非常に古い技術で、まあ、その話をするとまた面倒くさいですけども、まあ、そういうことが今の時代は流動的だからできるんですけども、だからそういう具合にしてそのアートの世界もその流動的になってきたし、変えることができると。だからその近代以前、写真発明以前はそのまあルネッサンスの後は、マニエリスムで、マニエリスムの後はバロックで、そこからロココになって新古典主義っていうふうにして、時代によって、モードは様式は変わりましたけども、まあ、印象派以降はさらにその変化が激しくなるというかね、その、まあ、人々が変化というものを、
起した時代であるわけですよ。だから、まあ、一つ今モードっていう言葉使いましたけども、このアルベルティの絵画論日本語訳にはモードというカタカナに、様式というねルビが振ってあったんですね。あ、逆かな。だから様式という漢字にモードっていうルビが振ってあったんですけど、今モードっていうと流行なんですよね。だから近代になると、近代以前っていうのは様式というのは時代ごとに、時代ごと地域ごとで固定されていて、まあ、ゆっくり進化するので、後の歴史から見るとそうルネサンスからマニエリズムから、バロックへっていう変化が見えますけども、その時代の生きた当事者としては、そのとにかくアルベルティの絵画論に忠実にいかに絵を描くかっていうね、そういうことに不信していた時代がずっと、続いていて、絵画に変革をっていうね、そういうつもりはさらさらないわけですよね。だからアルベルティだってその絵画論自体は画期的ですけども、彼はその変革が目的ではないわけですね、正しい絵を描こうとしたんですね。正しい絵を描くにはどうしたらいいんだっていうね、そういう一つの目標、一つの理想に、向かっていったと。だからそれはそれ以前の、様々な画家たちの成果の上に成り立っているわけですね、アルベルティの仕事もね。でその上に、まあ、ダヴィンチも乗っかって、それ以降の人も続いてるんですけども、それっていうのはだからその一つの理想っていうね、その様式ですね、様式としては写実絵画という様式が固定されているんですけども、近代になると、まあ、その様式自体はその写真という新しい技術によって決定的に固定されてしまったわけですね。様式が追いかけていたその理論というものが、科学的に実現してしまったと、決定的にそこで固定されてしまったということで、じゃあそのアルベルティに反抗することで、その近代というね、移り変わっていく流動的で動く時代に対応できるんだということの発見が、マネから始まる、現代アートではないのかなと思うんですね。で、だからそういうことで言うとマネってのは随分こうはちゃめちゃな人ですけども、さらにモネになると、たまたまこの前ね、印象日の出、モネの印象派の最初と言われるあれの画像を見たらね、もうなんていうのかね、こう自暴自棄の殴りかけに見えたんですね。だからなんか印象派の絵って荒いタッチで、その荒いんだけども非常にタッチが見事とかね、昔下手馬っていう言葉がありますけども、元祖下手馬は印象派だっていう言い方ありますけども、なんかこう下手とか上手いとかそういう問題じゃなくて、単にもう自暴自棄の殴り書きで、もう何書いていいか分かんないから、もうとりあえず殴り書きだっていうね、この殴り書きこそが新しいんだっていうね、アルベルティなんかクソくらいっていうね、伝統なんかクソくらいっていうね、なんかそういう精神を感じたわけなんですよ。でそういうその、伝統なんかクソくらいっていう言葉は確かに岡本太郎も書いていたわけですね。それっていうのは私はだから個人的には批判的な態度ですけども、でも現代アートということに即して言うと、現代アートの本質に即して言うと、それがまあ正しいんですね。でだからこれ例えばちょっとね、アルベルティの言葉を引用してみますけども、まずそのこの第3にして最後の巻っていうね、その最後の、ところですけども、とにかくまあその画家というのは、勉強と努力とね、そういうたゆまぬ、行為が必要なんだと述べた後に、でこの勉強と労力を無駄にさせないためにはどうしたらいいかっていうのを書いてるんですけども、2,3 のバカ者のあのやり方を避けた方が良い。このバカ者たちは自分の才能に惚れ込んで、目あるいは頭によって追求すべき自然から何の手本も受けずに、独力で名筆の称賛を博そうと不信している。
彼らは上手に書くことを習わず自分の過ちに慣れてくるというね、これはだから、アルベルティの批判の文章なんですけども、でもそれは実は現代アートのあり方そのままなんですよね。だからそのアルベルティが言うところの 2,3 のバカ者のあのやり方というものが、現代アートの方法のやり方なんですよ。つまりまず一つは自分の才能に惚れ込むということですね、自分の独自の才能に惚れ込むと、つまり自分らしさですよね。だから一つはその現代アートの本質はその人らしさ、その人の個性というものが、重要視されるわけですけども、でもアルベルティの時代はむしろ自分の個性というものをいかにこう消すかというね、写真ですからね、手書き写真ですからね、理想に向かっていくわけですからね、だから自分の個性というのは、消しましょうということなんですよ。だから、彼らはうまく書くことを習わず自分の過ちに慣れてくると。だからアルベルティが言うところの自分の過ちというのは、その人の個性なんですけども、だからそれが現代アートにとっては重要なわけですよね。だから実際に岡本太郎は、芸術はうまくあってはならないというふうに書いているわけですね。で逆にアルベルティは彼らはうまくことを習わず自分の過ちに慣れてくると、そういうふうに批判的に捉えている。それがまあひっくり返っていると、いうことなんですね。であとまあその次のページに似たようなことも書いてあるんですけども、画家が追従する自然の手本がない場合、しばしば自分の才能によって美の称賛を得ようとする。そうなると多くの努力を払っても彼らは決して求める美を発見し得ないことになりやすい。そして彼らが身につけた悪い癖はたとえ彼が捨てようとしてもどうしても捨てることができなくなってしまう。というね、だからそのまあ改めてわかるのが、今ではその個性として称賛されている、そして尊ばれている、まあ芸術の分野に限らず、まあその子育てにしても教育にしてもその個性を伸ばしましょうということを言われますけども、この、ルネサンスの時代ですね、アルベルティが本を書いた1436年出版ですからね、この本がね、今から600年前ですよ、はその個性というのは悪い癖なんだと、悪い癖に過ぎないからそういうものは強制しましょうというね。だからそういうふうにして、逆に言うとその、まあ、ヨーロッパ社会っていうのはまあ日本もそうですけど、全近代っていうのはだからその理想を求めて、そして個性は、抑圧されて阻害されてくるわけですね、抑圧されてきたわけですね。でそういうものからの解放というのが、近代の本質なんですね、個性というもだからこれはだからこの動画でも取り上げたダニエル・パウル・シュレーバーさんですね、この人は19世紀の人ですけども、気がおかしくなって分厚い手記をしたためたシュレーバーさんですけども、結局はだからそのいろんな人の分析にありますけど、シュレーバーさんというのはだからその、ヨーロッパ社会のそのつまり個性の抑圧ですね、そういうものに結局は耐えきれなくなったと。でその個性の抑圧のが強烈な形で父親を通してシュレーバーさんをかなり強烈に抑圧したわけですね。でシュレーバーさんのお父さんの、お父さんはまあドイツでも有名な立派な教育学者でもあったんですけども、まあ、病的に理想主義なんですね。でそれで近代というその個人の解放というものが、個性の解放が、だんだんに、自覚されている時代に、逆にそのさらなる、個性の抑圧を行ったおかげで、まあおかしくなってしまったと。でもそれはシュレーバーさんに限らず、その同時代に、精神科医をやって、精神分析という分野を開拓したフロイトですね。フロイトの患者さんというのも結局はその、近代初期ですね、に
そのヨーロッパ的になるものの抑圧によって、みんなとにかく おかしくなっていたと、だからそのようにして、まあだから私の把握で言うとアルビティ的なものからの反対ですね、その正反対として、現代アートが生まれてきたと。だからそのかつて悪い癖であったものっていうね、それは面白いなと思うわけなんですよね。でまあ僕自身で言うとだからこれは四条の彦坂直義先生とも共通しているんですけども、あくまでもその現代、まあ、現代アートというものの解釈の仕方なんですよね。でつまりその伝統との継続性というものを、一方では追いかけるんですね。伝統との継続性とそして現代的なものとの融合というかね、だからそれをするのかそれとも過去を全く断ち切ってしまうのかっていうね、それがだからその前に述べた、2つの自由ですね、リベラルとフリーダムというね、そういう2つの自由ですね。つまりそのアルベルティ的な伝統的な絵画の在り方を引き継いだ方が自由になるという、リベラルアーツ的な考え方と、そういう伝統は全て抑圧なんだと、自分の個性を抑圧する悪い要素なんだっていうことで全部断ち切ると、それがだからそのフリーダムの現代アート でフリーダムの現代アートの方がまあ今は、主流なわけですね。でもまあそういう整理がつきましたと、だからまあそうやって私はだからそのやっぱり自分と違う立場の人たちを、非難とか批判とかしてばっかりいてもしょうがないわけですね。理解をしなきゃいけないですね。でもその、やっぱりその分からないものは分からない、嫌いなものは嫌いだっていう感情論が先にどうしても立ってしまうので、やっぱりその、まあ、結局だからその理屈で何かこうメカニズムを解明して理解しようっていう態度自体がそのまあ文字通りリベラルアーツなんですけども、アルベルティ的なところを私は結局は引きずってしまうと、だからまあ僕自身はだから前の動画でも言ったかもしれないですけど個性がないんですね、その意味で言うとね、癖のない人間なんですよこうやってその動画を撮りながら街中で大声で喋りながら歩くっていうのは個性の塊のようではありますけども、私自身はつまりはそのアルベルティが述べるところの何かを書くにあたっての笑い癖というものがなかったっていうかね、その結局僕がその学生時代につまり受験のデッサンはきちっとやったんですね、それなりの先生に教わって1年間みっちり、デッサンの勉強をして、でその意味で言うとアルベルティのアルベルティ先生のおっしゃってることはよくわかるんですねでもそのデッサンの技術で何を書くのかっていうのが全く思い浮かばなかったっていうか、何をしていいのか、その技術を使って何をしていいのかわからなかったという時代がしばらく続いていたわけなんですね。で、だからアルベルティの時代にもし私が生きていたら書くものはもう決まってるわけですね、技術を身につけて、でその技術を何を使うのかっていうのはもう確定しているわけですよね、有名な画家になりたいんだったら立派な歴史画を描けばいいわけですよ、ね、私がルネッサンス時代に生まれて立派な歴史画が描けるのかどうかっていうのはまた別の問題で、まあ、私もだからその結構、そこそこは絵が描けるけども、でもね結局ね写実絵画めんどくさいんですよね、本当に手描き写真としての、絵画を完成度を高めれば高めるほど非常に細かい神経を使ってね、クソめんどくさくなってくるんですね、こんなクソめんどくさいやってられないっていう、思いも一方では私にも
あるし、それだけにそのアルベルティやレオナルド・ダ・ヴィンチが絵画を、最高の芸術として、絶賛する気持ちもよくわかる、で一方で私はその自由に何でも描いていいですよって言われると、そこで頭が止まってしまうわけですね。で一方で僕以外に多くの人っていうかね、大抵みんなね才能があるんですよ。つまり何でも描いていいっていうと、何かこう自分のスタイルでスッスッと描いたり作ったりとかみんなできるんですよね。でそれが私には脅威だったっていうか驚きであったし、劣等感の、ネタにもなっていたわけなんですけども、それってのはだからみんなそのそれぞれ悪い癖を持っているんですよ、ね、人間っていうのはそれぞれ悪い癖を持っていて、その悪い癖こそが、個性であり才能なんだと、でそれっていうのは古い絵画論、伝統的な絵画論をひっくり返しているものなんだと、でそういう形で私は、理解をね示していこうと、いうお話でありました。はい、ご視聴ありがとうございました。